ルアスはアイルランドの首都ダブリンで運行している路面電車。ルアスとはアイルランド語でスピードを意味する。路線は2つあり、グリーンラインは2004年6月30日に開通し、レッドラインは同年9月26日に開通した。ダブリン市内中心部のセントスティーブンスグリーンからサンディフォードを経て南東部のブライズグレンを結ぶグリーンライン、ダブリン市内東部の港湾地域にあるザポイントから市内中心部のコノリー駅及びヒューストン駅を経由して南西部のタラ及びサガー島を結ぶレッドラインがある。車両はシタディスを使用。運行などはマンチェスターなど他の都市でも運行の実績のあるコネックス社に任せられている。当初はそれぞれグリーンラインがセントスティーブンスグリーンサンディフォード間、レッドラインがダブリンコノリー駅タラ間の区間で開業した。この両線の完成に手間取り予定よりも開業は大幅に遅れたものの、開通後はその快適さや定時性、利用の容易さのために大きな成功を収め、人口増加と交通渋滞に悩む当局では、新たな路線の建設が計画され、またレッドライン、グリーンラインともに各方面に延伸が行われた。開通から13年もの間、市内中心部で2つの路線間は直接乗り継ぐことができず、課題とされ、グリーンラインが2017年に延長され、乗り継ぎが可能になった。ダブリン市に新しい路面電車、またはライトレールを設置することは、1981年にダブリン交通開発によって提案された。アイルランドの公営公共交通機関であるアイルランド交通グループは様々な選択肢を検討するように求められた。路面電車建設に以下の2つの段階を提案した。調査は1997年7月に始まったが、市内中心部の地下を使用する可能性を調査するために保留された。1998年5月にアイルランド政府は2つの路線の建設を決定し、計画を修正した。路線の1つはタラからダブリンコノリー駅まで走り、2つ目はサンディフォード工業団地から市内中心部の地下とバリムーンを通り、ダブリン空港まで走るとした。ルアスを開発する責任者は、CIÉから2001年12月に政府によって設置された鉄道調達機関に移された。2001年3月に1つ目のタラコノリーの路線と2つ目のサンディフォードセントスティーブンスグリーンの区域で建設工事が始まり、イタリアのアンサルドとオーストラリアの MVM が構築する契約を結んだ。セントスティーブンスグリーンからダブリン空港への区域は代わりに地下鉄で運行することが決定したため、建設が始まる前に廃止した。維持と運用の契約は、ベオリア交通アイルランドと結んだ。ルアスレッドラインの開発は、欧州地域開発資金の下で、8520万ユーロの資金提供によって促進され、一部の路線のコストは、路線付近の地域開発の課税によって引き上げられた。南ダブリン市のルアス広告キャンペーンルアスの、開通予定日は2003年だったが、建設の遅れにより1年遅れた。建設中は広告キャンペーンが行われていた。2004年2月に完成し、試運転が始まった。また、同時に2004年6月30日がグリーンラインの正式な開通日として決定された。レッドラインは2004年9月26日に開通し、最初の6日間は無料で利用することができた。2006年11月まで5000万回以上利用され、9万回利用されている。2009年には2540万回利用された。1日の最多利用客数は14万5000人の2007年12月21日であった。ルアスは国の補助金なしで運行されている。98万5000ユーロの黒字を記録し、予想された250万ユーロの赤字をはるかに上回った。2009年12月8日、レッドラインはドックランズまでの延長が開通した。ジョージドック、マヨールスクエア=C、スペンサードックの4つの停留場があり、サンアリーナの向かいのポイントビレッジを終点としているが、コノリーを迂回している。2007年6月初頭に建設が始まり、開通前の2009年9月に試運転が開始された。2010年10月16日、サンディフォードからチェリーウッドへの B1 拡張が始まった。ルアスクロスシティドミニック停留場の建設現場2018年のパーネル停留場開通から13年もの間、市内中心部で2つの路線間は直接乗り継ぐことができず、課題とされていた。2010年6月、レッドラインとグリーンラインの乗り継ぎを可能にする計画が確定した。しかし、ダブリン市議会は2011年5月20日、計画局に無電柱化を求める。歴史的な市内中心部に架空送電線の設置に懸念を抱いていると述べた。以下の2路線を計画としていた。2011年11月10日、アイルランド政府は2012年から2016年のインフラストラクチャー、資本投資計画で上記の路線を一つにしたライン BXD を発表した。マールボロー通りとホーキンズ通りを結ぶリフィー川を渡る橋の建設工事は2012年4月に開始され、南方面のライン BXD の線路が敷設された。2012年8月3日にライン BXD 用の鉄道注文が計画局によって付与された。その後、ライン BXD はルアスクロスシティとしてブランド化した。ルアスクロスシティは途中レッドラインとの乗り継ぎが可能となる。グリーンラインのセントスティーブンスグリーンから北ダブリンのブルームブリッジまでの延長のことを指していた。2017年12月9日に開通した。2020年現在、ルアスは2つの路線で構成されている。レッドラインはダブリンのリフィー川以北を東西に走り、リフィー川を横切り、南西に移動し、タラの郊外まで続き、シティウェストキャンパスを通り、サガートに至る。グリーンラインはダブリンのリフィー川以南を通り、1958年に閉鎖された時に再利用できるようにされていた、かつて存在したハーコートストリート鉄道の線路に沿っている。直流750ボルト架空電車線方式を使用しており、アイルランドの 1600mm の基幹ではなく、国際標準基幹の 1435mm が使用されている。銀色のシタディスは、フランスのアルストムによってラロシェルで製造されており、路上以外の区間では最高速度時速 70km に達するが、路上では車両や歩行者との衝突が発生する可能性があるため、速度は遅くなる。初期のレッドラインの3000系の路面電車は30メートルの長い256人乗りのシタディス301構成を26台導入している。グリーンラインの4000系の路面電車は、それぞれ40メートルの長い358人乗りのシタディス401構成を14台導入した。車椅子にも対応している。2007年から2008年6月まで、すべてのレッドラインの路面電車は、連結により40メートルに延長された。いずれも、すべてのレッドラインとグリーンラインの路面電車は、互換性がある。2009年初頭に43メートルのシタディス402を5000系として26台注文した。さらに55メートルのシタディス402を5000系として7台、グリーンラインで運行するために注文し、2018年1月から6月にかけて導入された。2019年10月、当初26台導入した5000系を、すべて55メートルに延長されることが発表された。ルアス券売機ルアスの切符は紫色で、サイズはクレジットカードと同様である。背面に磁気ストライプがついているが、ルアスでは使用されない。ダブリン公共交通機関で唯一切符を通さず、支払い証明書が使用される。自動券売機は、すべてのルアス停留場にあり、大人、小人、学生を対象に、一部、またはすべての運賃ゾーンで有効な切符のほか、1日券、7日券、30日券を販売している。切符は購入した停留場からのみ有効であり、表示されている特定の時間の90分以内に使用を開始しなければならない。切符の支払いは現金のほか、カード支払いを受け入れ、1週間の上限は150ユーロである。以前はカードで支払うことができる最低金額は5ユーロだったが、その後削除された。他のアイルランドの交通機関と同様に学生証で学生割引を受けられないため、ルアスは学生用トラベルカードの購入を進めていた。2011年に導入された IC カード乗車券のリープカードにより、1日の上限を下げ、記名式の学生カードが購入できるようになった。2005年3月にルアス独自の IC カード乗車券が導入されたが、2011年の統合された IC カードのリープカードの登場により、段階的に廃止された。独自の IC カードの運用最終日は2014年9月30日だった。各停留場に簡易型改札機が設置されており、乗車前と降車後に必ずリープカードをタッチし、正しい運賃が差し引かれるシステムになっている。乗車前にタッチすることをタグオンと言い、降車後にタッチすることをタグオフという。無料トラベルカードアイルランドで以下の社会福祉を受けている者には、右上隅に黄色の FT マークがついた公共サービスカードが提供され、上述のリープカードと同じように IC カードとして機能するが、無料で乗車できる。交通機関を無料で利用できる公共サービスカードは、求職者や上記にリストされた以外の社会福祉の支払いをしている者には与えられず、特定の症状に自動的には与えられない。ルアスでは、イギリスからの年金受給者パスの所持者にも適用される。カナダやアメリカ合衆国などの国には、高齢者や障害者向けの全国パスシステムがなく、ローカル割引の乗車券しか利用できないため、アイルランドへ訪問する際、年齢や障害に関係なく、バス、路面電車、電車で正規運賃を支払う必要がある。または、リープビジターカードを使用し、観光客割引が適用される。このシステムは、1960年代後半に、当時の保健大臣であるチャールズ・J・ホーヒーの大臣命令によって作成され、政治的には第三の鉄道と呼ばれている。すべてのルアスは車椅子対応の定床電車を運行している。また、高架停留場の場合、エレベーターも設置されている。LED 式発車表ルアスは平日の5時半から0時半まで運行している。土曜日は6時半から0時半、日曜日は7時から23時まで運行している。祝日は0時半まで運行することを除き、日曜日と同じ時刻表に沿っている。ピーク時には4から5分間隔、深夜には15分間隔で定期的に運行されている。各停留場には LED 式発車表が設置されており、路面電車到着までの待ち時間、運行状況に関する情報を旅客向けに案内している。ルアスは、世界で最も安全な輸送システムの一つであると説明された。ルアスが発足する以前に安全意識の日がダブリン市内中心部で開催された。路面電車の運転手が視認できるようにするため、歩行者や自転車に何千もの反射型アームバンドが配られた。車内と停留場はレッドカウ車両基地にある中央管理室から24時間監視カメラで監視している。また、多数の致命的な事故につながることも懸念されていた。開通から16年経った2020年5月、現在9名の死亡者が出ている。また、開通時にはなかったが、歩行者からの視野性を高めるために、路面電車の周りに反射式のストライプが施された。ルアスに関連する事故はいくつかあり、一時的に閉鎖されることもある。2019年12月の時点で、10件の衝突事故があり、約4億8000万人に影響が出た。2006年、当局はこの2つの路線をつなぎ、さらに市の北部のダブリン空港まで地下鉄を建設する計画を発表した。また、レッドラインのこの利益より、東側の国際金融センターダブリン港地域のザポイントへの延伸、レッドラインの南西部のサガートへの延伸、グリーンラインの南部への延伸なども計画された。この他にも各方面へのいくつかの新線建設プランが立てられたが、その後アイルランドを2008年に襲った経済危機によりすでに建設中であったレッドラインのこの利益より、東側の国際金融センターダブリン港地域のザポイントへの延伸、レッドラインの南西部のサガートへの延伸、グリーンラインのブライズグレンまでへの延伸を除き、ほとんどの計画は廃案もしくは保留状態となっている。約350メートル先にあるドックラウンズ駅の最寄り停留場である。すべての券売機にキーパッドピンを導入した後、2012年1月に上限が購入あたり50ユーロから週あたり150ユーロに変更された。ルアスに乗車予定だったため乗客としてみなされた。ありがとうございます。